石田駅で高速道路を降りまして、あっちの山の方登ってって、あの途中の道の駅でシンさんがあるのを発見して、そこでケーキ買って、お家で食べましたね。皆さんも近くサガン鳥栖の選手もしょっちゅういますので、すごく今日こうやって学校来ましたけど、すごい身近に感じてもらえたらというふうに思います。またそして身近に感じた選手を今度スタジアムで、まあ、どんなプレーしてるんだろうな、ニュースでしか見たことないけど一回ちょっと見に行こう、お父さんお母さんが誘ってちょっと一回 見に行こうよというふうになるようなきっかけになればいいなというふうに今日は思います。豊田洋平です。よろしくお願いします。サガン鳥栖の一番の魅力って何ですか？どの選手にお尋ねしましょうかね。全員安西選手がすごい、豊田選手よりも強烈な左足を持っているのでシュート。キーパーですけど、ゴールキックとは蹴るんですけど、そういったじゃキック、プロのキックというものをじゃやってみましょう。佐藤選手、お願いします。Thank you.